Miracle, miracle, miracle. Hey, Moromi, can you make a miracle?話を聞いた方があんたのためにもなるんだからさ。ねえ、サギさん、俺のことを助けると思ってさ。ただいま。なんでだろう。なんでこんなことになったんだろう。俺には関係なかったのに。通り魔なんて何の関係もない事件だったのに。のことなら俺気にしてないから。なんでヤシの木なんだよこのデブ。犯人が捕まって早くほとぼりが冷めるといいね。俺わかるんだ、イッチーの気持ち。俺も前の学校でいじめられてたから。一緒にするな。引っ越してきたのもそれが理由なんだ。カウンセラーの先生には新しい学校では何事にも積極的に挑戦しなさいって言われた。こいつがやられればいいんだ。だから思い切って選挙にも立候補したんだ。お前が少年バットにやられろ、やられろ。そうすれ俺が。雄一君、お手柄でしたね。今のお気持ちを一言。僕は当然のことをしたまでです。それより牛山君のことが残念で。少年バットを捕まえた英雄平雄一君。しかし彼は失った友人に思いを馳せ悲しみに沈んでいます。you
キャー、イッチー、やっぱイケてる。ほれ。学校はどうしたの、ゆうちゃん。今日は児童会選挙の日なんでしょ。遅刻してもいいの。いやだ、行くもんか。聞こえてるの、ゆうちゃん。ゆうちゃん、牛山がやられて俺がその場にいた。俺があいつのことを嫌ってたのもみんな知っていた。俺は黒だ、真っ黒だ。今日学校なんかに行ったりしたら。開けなさい、ゆういち。ゆういち、学校に行く時間よ。ほら、少年バットよ。あら、本当。卑怯者。最低。人殺し。異形だ。やめろ、やめろ。違う、違うんだ。やっぱりお前か。俺は少年バットなんかじゃない。みんな、少年バットだ。本物の少年バットだよ。少年バットだよ。大丈夫ですか。ごめんなさい、お見舞いに来てるのはこっちなのに。なんだか元気そうね。前よりも大人っぽくなったみたい。うん、だって証明されたから。え、僕が犯人じゃないって。そうでしょ、僕被害者なんだもの。少年バットが解放してくれたんです。私も解放。わかるでしょ、解放されたいのよ、私も。いい加減認めちゃいなさいよ。偽物はあなただ。わかるでしょ、解放されたいのよ、私。わかるでしょ、解放。わかるでしょ。わかるでしょ。わかる。解放されたいの、私。もしもし。認めちゃいなさい、あなたが偽物だってこと。とっとと歩きなさいよ。起きなさいよ。もうやめて、お願い。よく言うわね。せいぜい苦しみな。今その苦しみから解放してあげる。少年バットが解放してくれたんです。メッセージを消去しました。止めてくれ、止めてくれ、止めてくれ、止めてくれよ。
頼むよ。止めてくれ。もうダメだ。誰か氷を止めてくれ。幸せ全部なかったことにしてやる。どうしたらいいか、あなたは分からなくなっていた。あの夜も途方に暮れたまま家路に着いた。そして だが婆さんは消えたわけじゃなかった。婆さんのねぐらはあの駐車場の近くだったんですよ。一部始終を見ていたそうですよ、婆さん。あなたは脅迫観念から逃れようとした。忘れたい。全てを忘れてしまいたくなったあなたは駐車場でこいつを見つけ、何もかも自分の足を傷つけたんだ。
すぐです。お願いします、最後にもう一度、もう一度だけ僕を信用してください。係長、こんなこと知れたら自分原稿に。こっちは原稿どころじゃすまんさ。知らんぞ俺は。もの少年が自殺したことを受け、武蔵野南警察署は臨時の記者会見を行いました。警視庁は不祥事の謝罪とともに管理責任を取る形で署長の辞任をはじめ担当職員数名の処分を発表しました。これにより一連の通り魔事件は被疑者死亡のまま書類送検される見通しです。壁をすり抜けたんだとさ。係長も気の毒にな。マニュアと組んだのがいけなかったんじゃないのか。やっぱりいいよな。何か言いました？いやいや。やっぱり何か言いました？イタチかなんかじゃないかな、田舎だし。いやん。クマでも出たのか。いやん。カエル。うわ、何これ。バットでしょ。だよね。バット。少年バット様。本物ですか。会いたかったよ。おはようございます。カニエさん。おお、上がってる上がってる。
カット1,2,3,4,5。作画監督、通称作監。普通アニメは複数のアニメーターで絵を描くので絵が同じになりません。それを統一させるために修正するのが作監のお仕事。キャラクターは顔が命だからね。カニエさん、ナイスでゲットですよ。じゃあ失礼します。首だ。よし、完璧だ。あとはこのベーカムさえ届ければ。最後に笑うのは俺様だ。無事か？はい、大丈夫です。僕には才能がないんだ。そんなことないよ。きっと君は疲れてるんだよ。きっとそうだよ。休んだ方がいいよね。休みなよ、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 休みなよ。新作。お願いよ、月ちゃん。忙しいのは百も承知よ。だけどそれとこれとは別問題。これ以上先方を待たせるわけにはいかないわ。新作。警察に通報しました。男性はバットのようなもので全身をめった打ちにされており、警察では一連の少年バット事件。どうもありがとうございました。いつまで大先生気取りでいるんだよ。お前は何か太陽か、世界は私を中心に回ってるってか。違うだろう、お前は月だろう。マロミという太陽のおかげでどうにかこうにか持ってるだけだろう。なんだよその目は。あんただってマロミのおかげで食べていけるんじゃない。そうだよ、その通りだよ。だから今まで我慢してお前のわがまま聞いてきたんだろうがよ。月人みたいな真似までしてよ。それにしたって限度ってもんがあるんだよ。新作書くつってどれだけ時間が経ってんだよ。こっちは会社なんだよ、信用なんだよ。分かってんのか。ごめんなさいね、月ちゃん。私もいっぱいいっぱいなの。分かって、分かってね。許してね、忘れてね。新作お願いね。